はい、免許改善シリーズ10番目。まあ、今ではあまり教えなくなった保証定理と化学定理を、簡単に紹介したいと思います。まあ、テムナーの定理の、元となる保証の定理についての説明が書いてあって、具体的例題としては、こんなような回路の6オームを8オームにしたら、電源電流の変化がどうなるかといった感じであります。で、まあ、保証の定理使って解いとるんですが、まあ、この最初の答えは、6オームを8オームにしたら、引いてやれば一発で解けるということなんで、まあ、数学ソフトが使えるんであれば、回路の状態をそのまま書けば、L ソロブとか、いろんなので解けると。いうんで、こういう定理を使わなくても解けるようになったと。まあ、ここにちゃんと保証の定理を使って解いてあります。次に、可逆定理で、これもなかなか難しいと思います。電源があって、電流が流れとると。そのところに、ここに、ちょんと入れてやると、電流の変化があるよ、と。の電流の変化を、保証の定理で求めていくというところに、ここに書いてありますが、ここにあるように、まず保証の定理で、この辺を求めていくと。で、その次に化学定理を使って、個人電源があって、この電流は、個人電源があって、この電流と、比が等しいという、化学定理を使うと、この次の問題で、それを解いております。まず、ここのところが、ここに書いてあるのです。マスケットを使ってもあんまりこの定理を使うときには、まあ同じような感じかなと思います。15ボートで2オームと2オームだけど、こう単なくしておくと、まあ、これないと一緒なんで、15割の7.5アンペア流れ通ると。その7.5アンペア流れを通るときに、わざと1オームを入れたら、保証の定理とか見てるとどうなるかなというような話で、これも順番に同じようにして計算していくと、4分の15アンペアの変化分が求まると。で、化学定理のところで、そっちの方も求まるという感じになってきます。それから、これは立方体ではなくて、あくまでも六角形の抵抗があってという問題で、ここに5アンペアが流れて、これ全部1オームですよ、という問題ですが、これはまあ、ここが5アンペア流れたので1オームだから5ボルトの電位差。とすると対称性があるから、ここは2.5ボルトと2.5ボルトなんで、2.5アンペアと2.5アンペア。そうすると5アンペアと2.5アンペアなので、7.5アンペア。そのとここが7.5ボルトで、ここが2.5ボルト。ということで、ここは10ボルトなので、10アンペア。対称性という感じにして全部わかると、25アンペアなんで、25アンペア。それから10アンペアと10アンペアの10ボルトと10ボルトなんで、20ボルトというふうに、まず、電源、電流と、電源、電圧が分かると。そうしたら、さっきまでの作戦で、保証の定理等を使ってやっていくと、ここの、電源、電流の変化分は6分の5アンペアであるということが分かると。いったような問題であります。まあ、緑のページはさらに、応用として、ブリッジが平行でなくなった場合の話を、保証電源を使って、
といったのの紹介、結構面倒です。それから、レーダー演習シリーズが非常にいいと思いますけども、Y 型の3つのループのところに、ここに、電源電流を求めてから、その電源電流を 0.6 アンペア増加するための、起電力の値を求めていったような問題。でもここまでは簡単なんですが、ここから先がちょっと面倒で、これを加えた回路の方程式を作っていって、このところに加えて、解くと。まあ、いずれにしてもマスケードを使う場合には、とにかく何らかの方法で回路方程式が立てれたら、あとは、ソルブってやるだけで、2元であろうが3元であろうが、連立方程式は一発で解くことができるんで、逆に解けなかったら、この状態方程式の、回路方程式の作り方が間違っていることがわかるといった感じであります。はい、以上です。